皆さん、私は皆さんのおかげで、この度、携帯が変えましたイェーイ友の字、ねま、うみ、ちょのしちょ、ろんぱきナナジャチャゃた、スオプソニー。もう、めっちゃ嬉しいです。もうね、あの、この携帯とはね、あの、i p h o ン e XR なんですけど、五年ぐらい使っていて、中高二ぐらいの時から使っていて、もう、五年ぐらい経っているんですね。もう、やっとやっともう、変えたくて変えたくて仕方がなかったんですけど、変え方が分からなくて、いまいち。もう、私、このため、 この携帯か、買うためのごときに、あの、ヤフー知恵袋何個質問したことか。あ、そ、その前に皆さん本当に私に携帯を買わせてくれてありがとうございます。あの、私が携帯を、あの、iPhone13 に変えたんですけど、あの、まあ、iPhone14 にしたかったんですけど、13と14ってあんまり変わんないって言われてて、で、しかも14で 256GB にすると、ま、13万とかちょっと、まあ、1万ぐらいしか変わらないんですけど、まあ、1万そこ出せよって思うんですけど、ちょっと私は、あの、今まで,でじ 人生で一番高い買い物をしたのでだってこれ12万ぐらいしましたからね自分のお金で今まで出したことないのでいや出したことあるかな、まあ、一気に自分でそのご褒美として物を買うっていうのはあのまあ車の保険とかは20万とかし,たして自分であの頑張って稼いであの返したことはあるんですけど自分で物を買う っていうのが、これが初めてです,すごいもう、あーもう買えなくて買えなくて。でも、これを買わせてくださったのもみんな、みんなが YouTube 見てくれてるおかげだし、TikTok 見,見てくれてるおかげだし、YouTube ショーツ見てくれてるおかげだし、ありがとうございます。買えることができました。で、しかも、あのー、まあ、買おうと思えば買えたんですけども、あーま、旅行とかに行ってすぐなくなったりとか、ライブ、Twice のライブとか行ってすぐなくなったりとか、 しかもスマホの買い方が分からなかった、私。あの、結局どうしたらいいのか、スマホを買えるときって。私が、あの、スマホを高校1年生の時に買ったときは、あの、iPhone XR じゃなくて、 iPhone 6s だったんですけども、あの、ドコモに行って1時間ぐらい話を聞いて、もうお昼に行ったのに帰る頃にはもう夜みたいな感じだったので、もうわざわざドコモに行かないと、あの、帰れないと思っていたんですけど、今の携帯ってすごいですね。皆さん、携帯の買い方知ってますか今、前のスマホと新しいスマホをもう隣に置くだけで、クイックスタートをするだけで、あとクイックスタートが終わった後はどちらの,あの電源も消して、あの、シムを入れ替えるだけで、あの、キャリア、 ごとに、まあ、SIM を変えなければいけない場合もあるんですけれども、ただ、クイックスタートと SIM を入れ替えるだけで、新しい携帯に交換、あのー、移行できるんです知らなかった私は、ヤフー知恵袋がないと生きていけません。ヤフー知恵袋の皆さんのプロの回答の皆さん、マジで様々です。え、新しい iPhone に、旧スマホ、旧 iPhone の SIM を差し替えたら、 ANP 構成ファイルはインストールしなくてもいいんですかあ、そうですね。もう一個ありました。クイックスタートとシムを交換した後には、 ANP 構成ファイルをインストールしなくてはならないんですね。まあ、あの、携帯によって違うと思うんですけど、まあ、あの、わからない人はこの人の動画を見てくれれば、あの、一発でわかると思います。まあ、一応ダウ,ダウンロードしました。もうまず、この ANP 構成ファイルっていうのも知らなかったですし、初めて自分で体験出して iPhone 買うんですけど、ちゃんと SIM とか設定とかデータ移行できるか不安です。今まで全部親にやってもらっていたので、どうしたらいいですか 結局 iPhone を買い替えるときにすることは何ですかクイックスタートと SIM 差し替えで OK ですか他にもあったら教えてください。皆さんは SIM カードずっとそのままですか ?SIM カード変えたら電話番号変わっちゃうからまたセット。ということでね、簡単に携帯を変えることができました。もう本当にありがとうございます。もう画質も綺麗になってね。もう早く画質のいい携帯に変えたかったんですよ。だからもう、あの、画質がいい携帯に変わりました。イエーイ これからも頑張ります。次はあの車を買わせてください。次はあの家を買わせてください。お願いします。こんなにもね。iphone 1 r とね。iphone 画質が違うんですよえ。でもなんかこっちの方が明るいな。どういうことえ？なんでこっちの方がなんか暗いえ。なんか暗いんですよ。なんでこっちの方が画質よく見えてきたえ。どういうこと？画質悪いよ。こっちあんま変わんないのかな？もう変えなくても良かったのかも。まだ壊れてから変えたので良かったかも。もうどうしよう。 しかもね、携帯を変えるときはさ、誰も知らないじゃん、携帯か。 買い換える私が、なんか、前、なんか、マイナポイントかなんかで、あの、お母さんが、あの、携帯で、こうマイマ、マイナポイントは申請しなくちゃいけなくて、私はもう、携帯を買い替えるときも、なんかもう、その、マイナポイントとかも全部自分で見てやったのに、あの、お母さんが、わかんない、教えて、みたいな、なんかもう、お年寄りからしたらわかんないんでしょうね。まあ、不安なんでしょうね。あの、本当に押していいのかとか、同意するのとこ、あの、長い文章とかも全部読んだり、 しして同同意意する同意しないってもう、私たちはもうその同意するの文章をさ、もう読まずに、はい、同意するって押すでしょでも,もうそれをいちいち見て、なんかもう、なんでそんぐらいもわかんないのっていうことで、もういち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 私に聞いてきたんですね。で、もううるさくてうるさくて無視してたら、なんかもうすごい怒っちゃって、喧嘩になっちゃって、私は、携帯買い替えるときみんな誰も教えてくれる人いないから、自分で調べて、自分で Google で調べて、やったのに、 お前自分も調べるよって誰も私は教えてくれる人がいなくてこの携帯を自分で買って自分で何もかも一から設定したというのにお母さん親は一から全部聞いてくるそれがうるさくてなんからそのあれを思い出しましたねエピソードを まあ教え、優しく教えてあげろよって感じなんですけど、私も短期なのでね、そんないち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 さ、これ押していいのえ、ね、これオッケーしていいのとか聞かれたらもうイラってくるんですね。まあそれで喧嘩したっていうエピソードを思い出しました。すごくないっていうか私一人で全部一から設定できたんだよ。 もう私、ドコモに行って、も何時間も説明聞かないと、携帯買えないと思ってたから、この、自分で携帯を買って、自分で何もかも設定できたっていうことが、すごい今自分の自信に満つ、溢れています。あの、アップルで買いました。アップルで買って、で、しかも、あの、これを今、3月31日までに、この携帯を買ったら、なんかこう、安いみたいな。で、これが下取りで、あの、2万3000、 で、下取りしてくれて iPhone。で、しかも勝手にあの家まで来てくれて、あのこの、この前の iPhone を梱包してくれて、で、下取りが最高2万3千円出るんですね。なので、あ、だから結局まあ12万したでしょだから結局まあ9万9千円ぐらいでこの iPhone を買えたということになるんです。もしこの下取りが2万3千円されたら。ということで私は携帯を買うという決心が。 できましたアップルさんありがとうございますしかもアップルさんにはわからないことをあのメッセージであのチャットで聞けるんですよそして iPhone を買わせてくれた視聴,視聴者いつも見てくれる視聴者の皆様ありがとうございますどうかアカネマリーに狂気一票よろしくお願いしますあそこのお手を振ってくれてる皆様あ車の中からありがとうございますアカネマリーアカネマリーですありがとうございます